第3弾の紹介キャンペーンの報酬がグレードアップしてます。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンの蜂野誠でございます。今回もね、GCG アジアの情報を発信していきますけれども、先日ですね、GCG アジアのそのキャンペーン、ね、始まりましたということで、日本は日本でね、独自のキャンペーンを展開してて、一方でそのグローバルでもね、キャンペーンやってます。で、日本は、全会員対象かな。で、グローバルは PIB、DIB だけのね、限定したキャンペーンになっていますが、そちらのですね、キャンペーンの報酬がちょっとアップされています。はい。でね、キャンペーンの期間、変わらず12月28日から2月7日ということなんですけれども、参加方法、メンバーはイベント中に以下のパフォーマンスを達成するだけで超リッチな報酬を受け取ることができますと。1、このイベントでは個人が直接$68,000の売り上げを押し上げました。MMJ ヘルスカードのボーナス。コピー。ちょっとわかんないですね。MMJ 空気清浄機の一つの報酬。一つの外国為替ソフトウェア。ちょっとね、このソフトウェアが何を意味するのかわからないですけど、はい。2、このイベントでは個人は138,000米ドルのパフォーマンスを直接押し上げました。 MJ ヘルスカードのコピーを3枚受け取ります。 MJ ヘルスカードって何ですかね。はい。で、ボーナス2、 MJ 空気清浄機、2台の MJ 車用空気清浄機の報酬、2つの外国為替ソフトウェア。空気清浄機って何なんですかね。空気清浄機そのものなんですかね。それともなんか翻訳がなんかおかしいのかな。はい、ちょっとわからないですけれども、何かこうね、もらえるようです。はい。このイベントでは個人がパフォーマンスを238,000ドルに直接押し上げました。MJ エアクリーナーの報酬、豪華クルーズパッケージ1つ、キャッシュ現金旅費$5,000のボーナスね。これはね、前回1回目の、キャンペーン、紹介キャンペーンでも報酬としてあったものと同じですね。はい。4番、このイベントでは個人がグループの新しい339,000ドルのパフォーマンスを300万ドルのパフォーマンスで直接プッシュします。ボーナス2、MJ 空気清浄機、2本針 MJ 肝陽系肝細胞の治療。お、なんだこれ、すごいですね。肝細胞の治療、へえ、すごいですね。キャッシュ現金$6,000のボーナス。はい。で、5番目がイベント中に個人は直接$6,000,000の追加チームパフォーマンス、428,000ドルのパフォーマンスをプッシュしました。ボーナス2、 MJ 空気清浄機、日本針 MJ 肝陽系肝細胞の治療、オーストラリアで豪華なツアーをお楽しみください。ああ、ってことはこれはあれですね、4プラス3ですね。豪華クルーズと、あ、違うか、クルーズと違うのか、オーストラリアツアーか、ツアーと、肝細胞の治療とね。6番、このイベントでは個人は63万ドルのパフォーマンスをチームの新しいパフォーマンスである1000万ドルに直接押し上げました。ボーナス 2MJ 空気清浄機、日本針肝細胞の治療、ロンドンで豪華な治療。オーストラリアとロンドンでまた違うんですね。はい。注意と条件、会社は2月10日にプロモーション活動の有資格リーダーを数えます。2月15日に発表及びテストされ、3月1日に報酬が発行されます。2番、紛争の場合、会社は最終決定を行う権利を留保します。3番、特定の規制を遵守する必要があります。4番、投資家は3ヶ月間 MT4 で取引を一時停止することはできません。5番、日本と韓国を除く全ての国を登録できますということで、日本は対象外なんですね。はい。残念です。残念ですっていうか、同じ時期でね、日本の方でも紹介キャンペーンをやってますので、ちょっと違うということですね。で、
そうですね、ちょっと読んでて気がついたんですけど、ボーナス2って書いてあるのは、もともとね、アクティブウォレットポイントのボーナスがもらえてたのに加えて、今回ね、景品もつけますよっていうお話だと思います。はい。なのでね、ちょっとまあ、日本関係ないんですけども、まあ、この動画ね、一応、海外の方もね、見ていらっしゃるということで、まあ、それでね、なんかいつも、こう、左側に英語表記してるんですけれども、はい。なのでね、海外の方はこれを見て、紹介キャンペーン、頑張るのかしら。はい。ちょっとね、はい。まあ、日本と韓国もね、対象外ということなので、はい。こちらはそれ以外の国の方がね、頑張って紹介するともらえるということで、日本は日本で独自のキャンペーンがありますので、こちらですね、日本のキャンペーンの内容は、こちらの動画でまとめてますので、ね、この動画の下に URL 貼っておきますので、そちらから参照してみてください。はい。ということでね、今回は、グローバルの紹介キャンペーンの報酬がアップしたということでね、日本の皆さんにはあまり関係のない話で申し訳ないんですけれども、はい。こういった情報が流れてました。ということでですね、この動画なんですけれども、まあ、TCG アジアをね、推奨しているわけでもなく、逆にね、否定しているわけでもありません。投資というものはね、TCG アジアに限らずですけれども、リスクのある商品ですと。ハイリターン、ハイリスク、ローリターン、ローリターンっていうのは投資の大原則ですと。どちらの戦略を取るかは投資家であるあなたの判断です。ね、で、TCG アジアについては過去動画をたくさん撮ってますので、そちらを参照いただいて、その中でね、ご自身で投資の判断をしていただければと思います。ちなみにですね、この動画を作っている私はですね、TCG アジアの非会員です。ね、出金とか手続きなどに関する、ご質問等は紹介者とかグループのリーダーに、問い合わせるようにしてください。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。株や不動産、副業、節税といったマルチインカムサラリーマンとしてのお得な情報を発信していますので、こちらをクリックしてください。